吉岡講師は、千葉県桜市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。プロでは、育成選手であった。小学校2年生の時に野球を始める。当時は、外野手だったが、4年生の時に投手に転校する。千葉日大第一校から、関子新学生野球連盟の常磐大学に進み、1年時から、ベンチ入り。4年時の2008年には、 AS として関東地区大学野球選手権大会での準優勝に貢献。明治神宮野球大会ではベスト8に進出した。同年のドラフト会議で阪神タイガー,アースより育成は9位で指名され、11月18日に仮契約。2009年は2軍で10試合に登板し1勝を挙げたが、防御率6.30と振るわなかった。 翌2010年も2軍で7試合の登板で防御率4.15であった。2011年シーズンは2軍で主に先発として14試合に登板。4勝5敗、防御率3.57とそこそこの成績を残した。同年11月7日、育成選手の規約に基づいて自由契約選手工事がなされたが、11月25日、球団と再契約した。 2012年シーズンは、前年度から一転、2軍で6試合の当番に終わり、10月2日、戦力外通告を受け、10月31日、自由契約公示された。12球団合同トライアウトに2回とも参加するも、獲得球団は、現れず、現役を引退した。2013年より、建築関係の仕事に就いた。最速時速150キロメートルのストレートが武器。 スライダーやフォーク、チェンジアップなども投げ、制球力も兼ね備える。また、高校時代には通算48本塁打を放っており、打撃にも自信を持っている。一方、太りやすい体質であり、ドラフト指名された時期は、体重が 100kg 超だったため、入団までにベストの状態である 90kg 台まで減量することを公約した。来期の選手契約について、 阪神タイガー,アース公式サイト。2012年10月2日閲覧。2012年度自由契約選手。日本野球機構オフィシャルサイト。2012年11月1日閲覧。岡本育子。後半に打たれて悔しい逆転負け。スポーツ日本。 http://www.sponichi.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュペースボールスラッシュマ o m i m on, o n o スラッシュ KOTORA スラッシュ KIJI スラッシュ K20130506005747860 ドット HTML2013 年10月子こ,このか閲覧トラ、クボタにせい時はない 吉岡氏名、デイリースポーツ育成枠2、吉岡が仮契約、自慢の打撃アピールスポーツ日本、吉岡減量大作戦、目標、90キロ台デイリースポーツ。ありがとうございます。